いつもありがとうございます。またお越しくださいませ。お電話ありがとうございます。ヘリカルコードでございます。ちょっと、あなた有名人の名前使って女性を騙してたんですってね。え？お金も騙し取ったらしいじゃないの。ちょっと待ってください。何かの間違いでは？そんな人が作ってるジュエリーなんて買う気にならないわ。なんなんだよ一体。あなた、ちょっとこれ見て。あなたの名前が動画でネット上に出回ってるんだけど。なんだって？これ東谷って、あの東さんのことか？知り合いなの？もう何年も会ってないけど、こんなの全部事実無根じゃないか。絶対に許さないからな。しまゆうのアトリエ。除名すべき者とのご意見に賛成の方の挙手をお願いします。全会一致と認めます。よって議員ガーシー君を除名すべき者と決定いたしました。2023年3月14日、参議院の懲罰委員会は、当選以降国会への欠席を続けたとして、参議院議員であるガーシーの処分を発表した。その内容とは、懲罰の中でも最も重いとされる除名であり、これによりガーシーは国会議員としての資格を喪失。翌15日に開かれた本会議においてガーシーを除名とする懲罰案が可決。ガーシーは参議院議員を失職することとなった。それから一夜明けた翌日、各メディアを席巻したのはガーシーへの逮捕状発布のニュース。一夜にして国会議員から容疑者へと転落したガーシー。逮捕状の請求はなぜこのタイミングだったのか。またガーシーに待ち受けている未来とは。ガーシーが YouTuber として注目を集めるようになってから1年が経ちますが、当初の勢いは凄まじいものがありましたよね。ネット上で芸能人の暴露をするという今までになかった手法が受けました。個人的な経験を歯切れよくストレートに語り、チャット欄のコメントにも次々に答えていく。テレビにはないライブ感があり、開始から2ヶ月足らずでチャンネル登録者数100万人を突破したほどでした。スクープ記事を連発する文春法ならぬガーシー法という言葉も話題になりましたね。しかしターゲットにされた芸能人やそのファンたちからは反発もあったのでは？事実無根であると抗議する声も上がりましたし、攻撃的な言葉も多いことからその手法が気に入らないという人も多くいました。そのような中でも確実に世論の追い風を受け、参議院議員まで上り詰めたというのは前代未聞の事態ではなかったでしょうか。2022年5月、ネットを中心にダークヒーローともてはやされていたガーシーの発信力と影響力に目をつけたのは、当時の NHK 党党首であった立花孝志。既得権益にまみれた現代社会にメスを入れるべく、同党から参議院選挙への出馬を要請。その際の口説き文句となったのが不逮捕特権だった。 YouTube での暴露を開始した当初からすでにガーシーは日本を脱出しドバイに滞在していたと言われています。暴露する以前から詐欺容疑がかけられていた彼にとって、警察に逮捕されるかもしれないという不安は常に頭の中にあったのでしょう。日本に帰国すれば不当に逮捕されるかもしれないと話していましたよね。そこで立花氏が持ち出したのが不逮捕特権です。不逮捕特権とは？憲法上、国会議員は原則として国会の会期中は逮捕されることがないというものです。つまりガーシーが国会議員となれば逮捕を恐れず日本に堂々と帰ってくることができるということだったんですね。2022年7月に行われた参議院選挙においてガーシーは初当選。その得票数は実に28万票以上にもなり、比例選得票数ランキング第10位となる快挙となった。しかし、何？あのガーシーとやら10月の臨時国会も欠席するだと？今回も海外渡航届が提出されていますが。前回も却下されたというのに懲りないやつだ。それでは今回も。そんな勝手な行動が許されるわけがない。当選後初の召集となった8月3日の第209回国会に欠席していたガーシー。ドバイに滞在していたことから政治経済事情調査を目的とした海外渡航届を提出していたものの、参議院議員運営委員会により却下。さらに10月3日召集の臨時国会においても同様の手続きを踏んでいたが、同じく却下されていた。
当選以降、議員活動はおろか一度も国会に出席しない姿勢を貫いていたガーシー。当時の有権者が期待していた政財界の暴露も肩透かし状態。国会議員としてのガーシーの在り方に疑問の声が高まっていく中、ガーシー？あの一度も登院していないっていう国会議員のことか？複数の告訴状が提出されているようです。度重なる脅迫行為を複数の人間に対してか。単なる脅迫罪では済まなそうですね。常習的脅迫か。金の流れはどうだ？全貌は明らかになっていませんが、仮に暴露した相手から不自然な入金などがあれば。恐喝罪も視野に入ってくるな。捜査二課に動いてもらおう。2022年年末、警視庁はガーシーに対する複数の告訴状が提出されたことを受理し、ガーシーに任意の事情聴取を要請。告訴人の一人であるジュエリーデザイナー福谷公男氏は、ガーシーに事実無根の配信をされたことで経営するショップに誹謗中傷の声が殺到。動画の公開からわずか2ヶ月後、事業を撤退するまでに追い込まれていたという。2023年1月11日、警視庁はガーシーが動画の広告収入などで得た収入を管理する合同会社の代表の自宅など関係先数カ所の家宅捜索へと踏み切った。これに対し本人はというと、3月に始まる参議院に出席するために日本に帰国します。その際に事情聴取を受けますよと警察にお伝えしました。かねてから2023年には日本に帰国し、国会へ出席する意思を明らかにしていたガーシー。水面下で進む警視庁の捜査の中で要請される事情聴取と今回の家宅捜索を受けて帰国時期を3月だと明言した。さらに、ポジティブに行こうや、楽しく行こう、ちゃんと3月の上旬に帰ります。一番の目的は国会に出ることとお前らに会うことやから、その次が事情聴取やからな。自身に一票を投じてくれた有権者やファンに対して気遣いも見せていたガーシー。そして、ハイタッチしに来いや、国会まで全員で来い、国会でハイタッチしたろ。警察が動きを見せたことでテレビをはじめとした各メディアも一斉に報道を開始。これまであくまでもネット上の有名人に過ぎなかったガーシーに一気にスポットライトが当たる事態となっていた。不逮捕特権が適用される国会会期中に合わせた3月の帰国。果たしてガーシーは本当に日本に帰ってくるのか。そんな疑問が渦巻く中、国会では、ついに通常国会までも欠席したのか。昨年も海外渡航届が却下されているにもかかわらず海外での滞在を続けていました。いよいよこれは懲罰委員会にかけるしかないか。審議や採決に一度も参加していませんからね。にもかかわらず歳費は支払われているわけです。こんな傍若無人な行動を認めていれば国会への信頼は損なわれてしまいます。家宅捜索が行われた直後に召集された通常国会にも帰国せず欠席を続けていたガーシー。国会法においては召集日の登院が義務付けられていることに加え、当選後の違反行為も合わせ、自民党はガーシーへの懲罰を各党へ提案。さらに同日、参議院の石井議院運営委員長はガーシーに対し、速やかな帰国と登院を求める文書を NHK 党を通じて通達していた。国会の欠席を続けたことなどを理由にガーシーがかけられた懲罰委員会とは、そもそもどういうものなのですか？衆参両院の常任委員会の一つです。衆参それぞれの議員規則により所管が定められており、それに反した議員の懲戒処分が審議されます。具体的にはどのような処分が？国会の懲罰には重い順に除名、登院停止、議場での陳謝、戒告があります。除名となるとすなわち議員資格を喪失するということになりますね。2月21日、参議院懲罰委員会はガーシーに対し3番目に重い議場での陳謝を課すことを全会一致で決定。翌日の参議院において賛成多数で可決されていたのだが、こんなふざけた議員は断じて許すことができない、即刻除名でもいいのではないか。しかしあくまでも民意で選ばれた国会議員に変わりはありません。いきなり首を切るというのもいかがなものかと。では2番目に重い登院停止はどうだ？そもそもガーシーは一度も国会に登院していません。今回の場合はこの処分の意味をなさないのでは。確かに。
紆余曲折ありながらも3月8日陳謝が予定されている参議院本会議への出席が濃厚であると見られていたガーシー。しかし党の本人はその2日前の時点でトルコ・シリア地震の被災地支援と視察を目的にトルコへと渡航。本会議前日には NHK 党を通じて欠席する意向が伝えられていた。院議に従わなかったことを理由に尾辻参議院議長は再び懲罰委員会へ付託することを宣言。これを受けた NHK 党の党首立花孝志は自身の辞任とともに党名を政治家女子48党に改名することを発表していた。そんな中、警視庁ではガーシーは本会議を欠席するぞうじゃないか。いよいよ除名も見えてきたか。正直今回は帰国するかと思いましたけど、仮に今回の懲罰委員会で除名となれば我々にとっては好都合だ。議員資格を喪失するということは不逮捕特権もなくなるということですからね。これまで彼に何度事情聴取を要請したかわからない。もう我慢の限界だ。情報は揃っています。あと一歩まで来ていますよ。3月14日参議院懲罰委員会は全会一致でガーシーに対し除名の処分を科すことを決定。翌15日参議院本会議においても同処分が可決されたことを受け、ガーシーは国会議員を失職。現行憲法下において国会議員の除名は衆参合わせて72年ぶりである3人目。国会への不登院が原因となる除名は初のことであった。初当選から7ヶ月半、この間ガーシーに支払われた歳費や期末手当などは実に2000万円近くにもなっていた。15日に除名となったことから参議院は3月分の歳費から差額の返納を求める意向。野党は正当な理由なしに国会を欠席し懲罰を受けて除名された議員の歳費に対し4割減額する法案を提出。ガーシー本人は歳費は返納することができないため党に預けるとし、国民のためトルコ被災地のために使ってくださいと伝えたという。そして本日ガーシー前議員について著名人らに対して脅迫を行ったなどとして逮捕状が出されました。2023年3月16日、警視庁捜査二課は俳優の綾野剛をはじめとする著名人3人を常習的に脅迫し名誉を毀損したとして常習的脅迫や名誉毀損の容疑で逮捕状を請求。さらに外務省に旅券返納命令を出すよう要請し、国際刑事警察機構を通じ国際指名手配をする見込みであることを明らかにした。ついにガーシーへの逮捕状が発布されましたが、今後の動きはどのようになるでしょうか。まず警察が外務省に対してパスポートの返納命令を要請します。その期間には数日を要するかと。その上で返納に応じなかった場合は、命令から20日間が経過するとパスポートの効力が失われます。つまり不法滞在ということに。日本政府は滞在先の国に対し強制送還するよう働きかけます。フィリピンを拠点にしたあの特殊詐欺事件と同じ流れですね。ただ滞在先の国との交渉はさらに1ヶ月ほど要する可能性があります。相手国の対応が不透明なこともあり、国外退去処分となるまでには年単位となることも考えられますね。現在ガーシーが滞在しているというドバイがある UAE、 警察当局が国際手配をするために通じている国際刑事警察機構の加盟国であることから、拘束に向けた動きを進める可能性は高い。しかし党の本人はというと、すごい国やわ日本は。これで一生帰国しないことを覚悟できました。今回国がやった除名というのは完全に民主主義を否定している。無理やり除名させた後にすぐ逮捕状ってすごいよね。排除する動きが八方塞がりの状況とも言える中、帰国しないことを宣言したガーシー。さらに今後の動きについては、インターポールで指名手配されるのってテロリストとか人の命奪ったやつらだけやで。よっぽど俺のこと潰したいんやろな。この後帰って準備して引っ越します。引っ越し先は誰にも言いません。ガーシーには次なる策が隠されているとでも言うのだろうか。いずれにしても海外滞在中は時効も停止、何年かかっても逮捕する方針である警視庁。果たしてガーシーが逃げ切ることは可能なのだろうか。今後の動向から目が離せない。